アシュレディオ。さあ、ということで、はい、34回、はい、すごいですね。さあ、まあ、前回は長嶋茂雄の話から飲食の話からいろいろ話していただきまして、はい、まあ、今日はちょっとまだ別の話題ということで、はいはい、いきましょう。はい、営業マンの人とかが、うん、まあ、よくそのマーケットを上げていきたいけどマーケットが上がらないみたいな、どうしたらいいんですかみたいな、お悩みがアシュラさんにも相談が来たりするかと。マーケット上げたいと思ってる人いるんですかね。確かにそうなんですけどね。だからその同じ会社とか、はい、まあ、同じような仕事、まあ、たとしてても、はいはい、例えば保険の営業でもいいですけど、片や経営者とか社長とか、とのマーケット、はい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 、でも片やなんかその会社員マーケットみたいな、うん、でもその会社員マーケットの人はまあ単価とかそういうのもいろいろ考えたらこっちの経営マーケットに行きたい、経営マーケットに行きたいけど行き方がわからないみたいな、その上げ方っていうのはなんかアシュラさん自身も結構その経営者、まあ、今経営されてるんであれですけど、まあ、経営多分される前からそっちの層多分いろいろつながりがあったと思うんですよ、はいはいはい、そこに自分をこうどうで、なるほど、はい、経営をアメフトから付き合う人の層をどうやって変えるかっていうことですね。そうですね。で経営をアメフトから電通プル、はいはいはい、でまあハリウッド行って、まあ、で起業じゃないですか、はいはいはい、どう上げていったのかなみたいな。あ、だって電通入った時はもう電通の一会社員だったわけじゃないですか、はいはいはい、あ、今吉岡さんが話してる話は2つあって、うん、どうやってキャリアを上げるのかっていう話と、うん、どうやって付き合う人のマーケットを上げるのかって話が今多分2つの話をしてますよね。はい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 、はい、でそれを分けて話をすると、うん、まあ、キャリアを上げるっていうのは転職したらいいんじゃないかっていう話です、うん。でまあ、今回そのマーケットをどうやって上げるのかっていう話、うん、まあ、要は付き合う人をどう変えていくのかって話なんですけど、うんうんうん、自分が付き合ってる人っていうのは自分が喜ばせることのできる人でしかないって話なんですよ。はいはいはい、例えば吉岡さんが付き合ってる人っていうのは、はい、吉岡さんが喜ばせることができてる人です。はい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 、はい、だから吉岡さんの周りに集まってくるんですよ。なるほどなるほどなるほど。で例えばとある営業マンが、いや僕マーケットが上がらないんですよ、うん、もっとこんな社長さんたちと付き合いたいのに付き合えないんですよ、うんうんうん、それはあなたが社長さんを喜ばせることをしてないっていうわけです。なるほど、はい、で逆に社長さんと付き合えてる人は、うん、社長に何だろう喜ばれるような、うんうん、例えば可愛い相談ができるっていうことかもしれないし、うんうんうん、いつも気遣ってあの連絡をするっていうことかもしれないし、いつも面白い話をしてくれて情報を与えてくれるっていうことかもしれないし、いろんな人脈を持ってそれを紹介することができるっていうことかもしれないし、なるほどなるほど。でいずれにせよそのなんだろうな、あの結局人は一緒に楽しい人と付き合いたいじゃないですか。はい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 、はい、だからマーケットが上がらないってことはその人にとってお前が面白くねえってだけの話なんですよ。なるほどね、はい、価値を提供してない。そうです。だからまあ、あのシンプルに喜ばせることができればいいって。あ、だから社長と付き合いたいとか言いながら、うん、お前それ社長から金取ろうとしてるだけだろっていう、うーん、誰が付き合いたいんだよそんなやつとって話です。うーん、あ確かにそうですねっていう人ばっかりなんですよ。なるほどね、はい、そうじゃなくて普通に社長をどうやったら喜んでくれるんだろう、うん、まあ、社長というかその一人の人をどうやって喜ばせるのかってことだけを考えたらいいんじゃないですか。あ、だから僕もなんかあんま社長だからとか、はいはいはい、なんか学生だからとかその区別して人に会うのは全然好きじゃないんですけど、だから僕は誰でもいいんですけど、なるほどね、うん、だ結果それがなんだろう、まあ、喜んでくれればいいっていう。あとは、まあ、なるべく B2B のビジネスをやらない方がそういう人間関係のストレスはなくなると思いますけどね。 B2B をやるとストレスが発生するってこと？いや要はその B2B って、まあ、B2C もそれであることは多いんですけど、うん、要は相手の所得によって提案する商品が変わってくるとか、うんうん、相手の所得によってこっちの収入も変わってくる、うん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 、っていうサービスを持ってるとお金持ちには付き合ってお金持ちじゃない人は付き合わないみたいな、うんうんうん、人をお金で判断しちゃう人生になるじゃないですか。それはなんかちょっとあんまりなんだろう、心の教育として良くないですよ。あ、なるほどね。だから B2、まあ、僕がやってる授業は、はいはい、誰でも
単価は一緒なんで、うん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 、なるほどなるほど、人を喜ばせていけば勝手に上がっていくわけでは別にないっていう話ですよ。だからその自分が、喜んでくれる人のところにとどまるってことです。ってことですよね。はい、あ、はい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 、なるほどね、うん、だから孫正義を喜ばせることのことができる何かを持ってれば孫正義から会いに来るんじゃないですか。うん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 、ってことですよね。はい、あ、それは多分若いのにすごいね、なんか、え、どう、それはどうやってやってるの教えてよっていうことで来るかもしれないし。うん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 、なるほどなるほどなるほど、うん、ちょっと質問を変えて、はいはい、ちょっとアシナさんのツイッターから先週くらいかな、このどうしたら頑張れるか、どうしたら努力できるか、そんなんじゃないと、死の思いをして知恵を振り出し、うん、絞り出して思いっきり突破してやる、それがただ好きなのですよっていうツイートがあるんですけど、はいはいはい、あ、なるほど、これはどういうことですか、ね、やりがどうしたらとかじゃなくても やるだけ、どういうことですか。なんか それがどれぐらい儲かるからやるとか、うん、なんか儲からなかったらやらない、まあ、もちろんそれはすごく大事な判断基準ではあるんですけど、うんうん、なんかシンプルに何が楽しいかっていうと、うん、できなかったことができるようになるっていうことだけが楽しいんですよ、アシナさんが。はい、うーん、でこれは僕がそうだし、うんうん、全ての人間がそうです。へえ、できなかったことができるようになるのが楽しい。はい、例えばベンチプレスが、はいはい、あの80キロしか上がらなかったのに100キロ上がるようになる、うんうん、みんな嬉しいじゃないですか。うん、嬉しい嬉しい。でも元々できることをやっても別に面白くないんですよ。うーん、今まではあの松屋でしかご飯食べられなかったのに、ね、うん、こんなお寿司屋さんでご飯が食べれる、うん、っていうだけで嬉しいんですよ。はい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 、なるほどなるほどなるほど。あ、で同時にできなかったことができるようになるっていう姿が人に感動を与えるんですよ。だクララは立っただけで感動を与えるんですよ。はい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 、まあ赤ちゃんもそうか。そうです、赤ちゃんも成長する、え、今までこんな仕草できなかったのにこんな仕草ができるようになるってだけで親は感動するじゃないですか。うん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 、なるほどね、うん、だからそこで言うと今自分ができてることってあるじゃないですか、はい、仕事とかで、はい、そればっかりやってても成長しないし面白くないよっていう話。まあできてることだけをやって周りからすごいねって言われるのは面白いと思いますけどね。ああなるほどね、はい、ああ、はい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 、はい、で僕の場合は僕がそのツイッターで書いたのはそんなどうでもいいっていう、うん、僕がなんか他の人よりできる、それは僕はもう分かってるんだよ、うんうんうん、だから僕が他の人と比べてどれだけ能力があるかそれはもうどうでもいいんで、うんうん、そうじゃなくて自分自身が今までできなかったことをできるようになるってことだけが面白いっていう。例えば今までは店舗ビジネスとかやったことないじゃないですか、うんうん、でも実際に自分の店舗があるってすごくないですかっていうのを素直に俺すげえなって思えるんで。ああ、はい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 、もちろ ん, なんかその100店舗くらい経営してる人からしたら、うんうん、あんだお前小さいな、うんうんうん、いそうじゃないんですよ、うんうんうん、僕が店舗持ってない人が店舗は俺の店舗があるんだよね、すごいじゃないですかはいはいはい、そういうことですね、っていうことだけは楽しいっていう。なるほどなるほどなるほど、うん、でもみんなそういうことで、みんなそうなんですね、できなかったことができるようになる。はい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 、うん、なるほどね。でみんななんかできないことにもう目を向けようとしないんで、できないことに、できないことはもう無理なことでも、なんならこの世の中に存在しないことだと思ってるんで、うん、なんか楽しいことないかなとかってふざけ始めるんですよ。ああ、はい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 、で YouTuber になりたいとかで YouTuber やってみたらいいんですよ。うん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 、自分の顔が YouTube に上がってる、えっていうのがそのあるじゃないですかはい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 、じゃあその楽しいこととか自分が面白いなって感じることは実は今自分が避けてるようなできないと思ってることにヒントが、まあ人によりますけどね。ああなるほどね、
もうそんなことさえしたくないっていう人はほとんどですけど、まあそれは自分のために生きてればいいんじゃないですか。 うーん、だからそれはその人からしてもすごい感動があるじゃないですか。うん、えできなかったのにできるっていうのは、ああなるほどね、はいはいはい、そういうことですね。だから僕もこれから飲食店やりたいとかっていうのは、うん、自分ができないんだけどやったらすごいことじゃないですか。飲食店を持ってますってすごくないですか。飲食店持ってます。マクドナルドあるじゃないですか、はい、あれ作ったの僕です。すごくないですか。やばい、すごいじゃないですか。すごいんだったらやった方がいいじゃないですか、はいはい、でやりたいなっていう。あ、なるほど。それは自分が楽しいだけなんですよ。周りからどうとかじゃなくて、あ、そうそう、自分が楽しいだけなんだけど、うん、それが本当にできるっていうことだけで周りのみんなは感動してくれるんで、うん、できなかったことなんだもんっていう。うん、だから別にボンボンが大成功しても面白くないじゃないですか。はい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 、はい、だってもうお前もともと金持ってるじゃんみたいな話じゃないですか。うん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 、うん、ああなるほどね。はいはいはい。そういうことっすね。そうです。じゃあそのできないことをできるようになることを楽しめる人は最高ですね。なかなかいないですよね。うーん、 できないことというか、まあ、そのやりたいことだったらいいんですよね。でやりたいことがあるなら全力でやればいいんですよ。うん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 。で僕はある意味その、まあ、転職ですけどね。うーん、あの頭の中にいろんな企画があのうごめいてるわけですね。うごめいてるし、すぐ浮かぶし、うん、すぐそれを頭の中で組み立てられるんで、うん、それを実現するっていうことが面白いっていう。ああ、頭の中のものがリアルになるのが楽しい。ああ、そうですそうです。ただ夢じゃないですか、ただの。はい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 。夢が現実になるっていうことをやり続けてるだけなんで、うん、それは面白いじゃないですか。うん、だから僕はすごく幸せだなと思います。すごいな。なかなかこっちも描けない人も多いし、こっちで描いたとしてもこのリアルに出てこないっていうのが、こことここの乖離がすごいあると思うんですよね。まあ、そうだからそれはなんか、なんかそれがだからその前々回ぐらいの放送で話した憧れと目指せるものが違うっていうところで、別にないなら別にそうやらなくてもいいんですよ。うんうんうん、人には人の役割があるんで、うんうん、その役割に応じたことをしっかりとやる。うん、でもあるんだったらやってみたらいいじゃないって話ですね。やれるんだったらこれがまた面白い話でですね、うん、やるやつもやってるんですよ。なるほどね、はい、あなんだろう、例えばあの地方で飲食店を20店舗経営してます、うんうん、え誰に習ったのとかじゃないんですよ。もうやるやつやってるんですよ。うーん、でやるやつはやってるんですけど、やるやつっていうのは本当に人口分布がめちゃめちゃ少ないです。うーん、だからもうあの分かる通りハウツーじゃないんですよ。あ やるやつはやってるっていう、はいはいはい、やらんやつはやらんっていうだけの話なんですよ。僕はたまたまやるやつっていう方に、はいはいはい、あの運命的にたまたま生まれただけなんですよ。それも才能です。はい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 、もうどっちがいいとかじゃなくてね、はい、だから今からどうすればいいですかっていう時点でもう、うん、あなたもやらんやつですっていう。ああ、はい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 、だったらそのやらんやつなり の、うん、あのマーケットが必ずあるんで、うん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 、そこに自分のふさわしい役割をちゃんと見つけるっていう。なるほどね、なるほどなるほど、はいはいはい。じゃあいつかこんなことしたいんですじゃないと。そうですそうです、だって、はい、あの例えばなんだろうな、孫正義とかもそうじゃないですか。どっかで生まれてなんかもうアメリカに留学してるじゃないですか。あ、そうです。誰に習ったわけでもないじゃないですか、うんうん、もう やるやつもやってるんですよ。うーん、アリババ中国のアリババ使うジャック・マーとかももうやってるんですよ。はい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 、なるほどね、うん、すごくシンプル、はい、なるほどやるやつやる、わかりました。という感じで本日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。